はい、ということで動画2本撮るまでが今回のプロジェクトだったと思うんですけどお疲れ様でした。ありがとうございました。どうでした？プロジェクトを終えて。そうですね、まず楽しかったっていうのもあったんですけど、カボンズさん結構やっぱり YouTube で見てるイメージとかが大きかったので、そことのまあギャップというか、みたいなところにちょっと一人で楽しむみたいな、ところとかはちょっとありましたね。確かに僕もう最近ゴルフばっかりやってるんで、そうですプロジェクトっていうんですかねっていうところで、一応今回は僕もレビューしたりとかっていうのはちょくちょくあったんで、そういう意味では久々に仲間で仕事したなっていう感じはあったんですけども、そうですね、それで言うと結構レビューが意外と細かくてびっくりしたっていうのがあ、そうですか、なんかすごい、はい、このラインちょっとずれてないみたいなのとか、いやこのフォントよりこういう形にしたいんだよみたいな、もうとにかくスタイリッシュへのこだわりみたいなレイアウト面へのこだわりがすごかったなっていう。あ、それ意外でした。意外でしたね。結構なんかもうざっくり、あもういいよいいよみたいな感じなんかなって思ってたので、なんかそこをちょっと、あ結構こだわり持つんだみたいななるほど、はい、ちょっと意外でしたね。そこ、はい、最初にねまるっと任せるわみたいな。そうですね、こんな感じでしたもんね。そうですね、しかもそのまるっとのお任せいただける形も、予算なんぼでもいいからとにかくいいものをまるっとお願いみたいな感じだったじゃないですか。そのオーダーもちょっとびっくりで予算いくらでもいいのみたいなまあ今回1ページ言ったら1ページですよね、一応。そうですね、ほぼ1ページに対しての金額で言ったら高いっすよね。めちゃくちゃ高いと思いますね、こだわりがやっぱり詰まってるというか、それこそ動画つけなかったりとか、動きも最小限にしたりとか、コンセプトのところは固まってるみたいな形であれば全然そんなこともなかったと思うんですけど、そこのところからしっかりと作り込んだがゆえにっていうのもあると思うんですけど、かなり1ページにかけた金額としては今まで見たことないぐらいの金額にはやっぱりなってましたね。確かに。あとびっくりしたこととしては、コンセプトワーク入ってもらったじゃないですか、はいはい、の時に、結構ストックさんのことあんま分かってないのかなと思ってよく理解してなかったそうですね、それちょっとびっくりしたのと、あとなんか、結構こっちサイドでこだわりを持ってとか、なんかいろいろ汲み取ってやろうと思ってて、社名とかもストックさんだから、まあ太陽のイメージとかでサンがね、そうなんですよ、作っていこうかなって言ったら、いやそれもただの名前なんでねみたいな、カブさんって呼ばれてたからストックさんにしたんだけど、サンはなんか SN より SUN の方がかっこいいかなぐらいのノリだったっていうちょっと肩すかし食らっちゃったみたいな確かに。でもまあ理解してると思ってたんで、実際コンセプトワークやって理解してなかったっていうことに初めて気づいたっていうところは実際あるんで、徹底的に悪口を言ってもらうっていうことで改めて、あそうだったんだって知れて、僕としてもすごくいい機会でしたね今回は。 ありがとうございます、株元さんのこだわってたポイントとして面白かったのが、猿でも分かるを連呼しすぎてて、もうほんまに見せる相手猿やと思ってんのじゃうかなこの人みたいなくらい、猿でも分かるっていうのをひたすらこだわってたのがちょっと印象的でしたね、まあ、難しい内容でもありますからね。そうですね、ウェブのコンサルとかフリーランスだったとか、ね、でも確かに僕の当時プレイヤー時の仕事の仕方というか、アウトプットのこだわりがなるべくテキスト量は少なく短く、スクロールもせず、なるべく短く小さく同じことを表現できるようにするみたいなところが、良くも悪くもなんですけど楽だったし、まあ、本当世の中の人猿だと思ってたんでっていうのはそこに来て出ちゃってたかもしれないですね。なるほど、はい、それはすごい自分自身も大事だと思ってるところではあるので、なんかそこ全然ストレスなくできてはいたんですけど、すごい連呼しはるなっていう印象でした。だね、癖の強いクライアントだったと思いますが、どうでもないです、はい、楽しかったです、ね、はい、そんな感じでアフタートークという感じで、じゃあ今回使った資料だったりとか、これやればナノさんみたいな仕事ができるというところの部分のアウトプットに関してはサロンで全部共有してもらって、これを見てですね、ストックさん界隈のディレクター陣並びにストックさんサロンにいる制作とか、まあ、経営者の人たちはですね、なるべくもっと安く作れるような感じでできると思いますので共有お願いします。はい、はい、じゃあそんな感じでお疲れ様でした。ありがとうございました。